アルバラ・イマル・ミュルダールは、スウェーデンの外交官、政治家、評論家。1982年に、メキシコのアルフォンソ・ガルシア・ロブレスと共に、ノーベル平和賞を受賞した。ウップサラで生まれ、1924年に、グンナー・ミルダールと結婚した。1930年代には、クライシス・イン・ザ・ポピレーション・クエスチョンという著書を、共同執筆し、 スウェーデンの福祉国家論を推し進めたことで一躍、話題になった。クライシス・イン・ザ・ポピュレーションクエスチョンでは個人の自由のためにどんな社会改革が必要かを説いている。またこの本は1930年代の時代精神を取り入れ優勢学の考え方を紹介している。スウェーデン社会民主労働党の昔からの支持者でもあり、1940年代の終わりに彼女は 国際連合の諸問題にも取り組み、1949年からは福祉国家の部局を1950年から1955年までは国際連合教育科学文化機関の社会科学部局の長を務めた。これは国際連合で女性が養殖につく初めてのケースでもあった。1962年にはスウェーデンで国会議員になり、 同年から1973年までジュネーブで開かれた国連の軍縮会議でスウェーデン代表を務めた。1966年から1973年には軍縮に関する首相の相談役となり、また1966年から1967年にかけてはストックホルム国際平和研究所の初代所長を務め、1982年に ノーベル賞を受賞した。作家のヤン・ミュルダールは息子、哲学者のシセラ僕は娘。ありがとうございます。